next competition, Van Alit Omrim for points place.さあ、男子エリートオムニアムの4種目目となります。最終種目となりますポイントレースがスタートいたしました。さあ、電光掲示板にはすでにポイントの入った、こちら、選手のリストが表示されています。これはここまでの、男子エリートオムニアム3種目経過時点でのジェネラルスタンディング途中順位に基づいたトータルポイントです。現在の、ポイントリーダーはサミエル・ウェルスフォード、現在の持ちポイント、スクラッチとそしてエリミネーションで勝ちましたのでトータル116ポイント、そして、テンポレースでも3位に入ったこともあってトータル116ポイントです。そして橋本英也がそれに続く2番手のポイント98ポイント、ケランド・オブライエンと2ポイント差96ポイント、今村俊介が94ポイントと続いています。さあ、現在のところ一段となってレースは進行しています。ポイントレース同じくですが距離が25キロ、周回数は100周を走ります。さあ、先ほどはエリミネーションでは途中ちょっと早いタイミングでのエリミネートとなってしまいました橋本英也ですが、ここまでのポイントを着実に重ねてきまして現在98ポイント。そのポイント差は18ポイントですので、このポイントレースで大きく動いてくる可能性は十分にあります。ただし現在のポイントリーダーサミュエル・ウェルスフォード、先ほどもご紹介しました通り昨年のジャパントラックカップでも中距離は総なめというレース展開を見せました。決して決してこの辺りは安心してトップを狙える状態にはどの選手もありません。
サベルの合図、1回目のポイントに向けてフィニッシュまでのポイントの回数は10回。まずは最初のポイントです。iPhone Percentage Order of the First Sprint. First Press Number 12, 1, 2. Second Press Number 21, 2, 1. Third Press Number 3, 3. And Fourth Press Number 19, 1, 9. さあ現在先行しているのはデレックティ、そしてサミエル・ウェルスフォード、きっちりポイントに絡んできまして、トータル118ポイント。橋本英也とのポイント差は現在暫定で20ポイント。さあ現在先頭はホームストレッチ、この2人、5番のデレック・ディート、そして29番の曽我部敦則、京都産業大学。集団はちょっと牽制に入っている。さあここはでもうまくついていって、集団に追いつくと、これがまたラップポイント等にもなってまいります。追走で2人、そして集団。さあしかし曽我部敦則、ちょっとここは厳しいか。後ろに追走2人、キャビン・ブーバーと、そして15番の今村俊介。Number five, gains are up, gains are up. さあ現在の先頭は5番がラップ認定されたため、29番、20番、15番のところ3名。iPhone Prestige Order of the Second Sprint, First Number 5, 5. Second Press Number 29, 2, 9. Third Press Number 20, 2, 0. And Fourth Press Number 15, 1, 5. さあその5番選手が先ほどラップ認定の直前まで、このリーダーを走っていて、そしてポイントには絡んでいます。5番、29番、20番、15番、この順番でまずはポイント通過してからプラス20点と、非常にうまい運びを見せました。そしてラップ認定されたことによって、現在先頭はここ3名。さあ1人では追っていくのが厳しくても、3名ならばなんとかここは逃げの状態で乗れるか。現在先頭3名、そして集団。さあしかしながら、そうなのにここはちょっと厳しくなっているか。
現在先頭2名に代わって15番20番今村俊介、そしてギャビンフーバー、そして曽我部康則、そして集団。さあそして曽我部敦則を10番のレン・チュンウィンがかわしてきました。そして曽我部敦則は集団に戻った。さあレン・チュンウィンは間もなく先頭を捉える先頭3名。さあそして3回目のポイントです。iPhone パーセージオーレーオブザサードスプリントファーストナンバー10 10, セカンドプレスナンバー20 20, サードプレスナンバー15 15, and フォースプレスナンバー3 3。さあ先頭の3名、ナンバー10、ナンバー15、ナンバー20、ゲイザラップ、プラスワンラップ、10番、15番、20番にプラスワンラップ。また前の3人が集団の中に入ってラップ認定されたことで大きくレースは変わってきます。さあ5名ほどが前方に逃げそうな感じではありますが、現在のところは集団は1つ。サミュエル・ウェルフォードが119ポイント、そして15番ですね、今村俊介もここでこの20ポイントが効いて117ポイント。さあこのうまく運んできたラップのポイントがじわじわと効いてくるか。さあ集団の先頭が現在のレースの先頭、後方からぐっと上がってきます。4回目のポイントです。iPhone パーセージオールオブザフォースプリント、ファーストプレスナンバー3 3, セカンドプレスナンバー5 5, サードプレスナンバー2 2, and フォースプレスナンバー17 17。4回目のポイントは3番5番2番17番となりました。さあまたも得点を重ねる形で124ポイント、サミュエル・ウェルスフォードがぐんぐんポイントを伸ばしていきます。4名が先頭、そしてイラン追走と今レースの形態は変わっています。さあしかしながら
吹奏選手が引き連れてくる形で集団は一つ。残りは55周回。さあ、そしてグッと上がってきたのは11番チェン・キンロ。ここまではなかなかオムディアムポイントには絡んでこれていないチェン・キンロですが、さあ、そして後方からも、現在先行は2名ですが、後方からもどんどん選手が上がってくる。3番手あたりのところに橋本英也。ここまではまだポイントには絡めていません。持ちポイントの98ポイントのみ。残り51周回。さあ、このポイントを狙ってペースが上がっていく。前方3名、追走2名、集団も行くが、5回目のポイント。I hope passage order of the fifth sprint. First press number 3, second press number 13, 1, 3, third press number 11, 1, 1, and fourth press number 2, 2. なんとかポイントに絡んでいきたい橋本英也ですが、実は5位通過がこれで2回目。さあ、先頭4名からまたちょっと状況変わります。サミュエル・ウェルスフォードが現在120、これは先ほども 5ポイント加えてますので129ポイントとなっています。ぐんぐんとポイントを伸ばしている。また圧巻の勝利を飾ってくれるのか。後方集団は1つですが、1名遅れて現在はやや3名が先行、そして集団が続いています。ナンバー14、14、ルーザラップ、マイナス1ラップ。さあ、先頭は3名。iPhone passage order of the sixth sprint.First press number 5, second press number 21, 21, third press number 8, and fourth press number 2, 2.
さあ現在はポイントリーダーのウェルスフォードが集団、大きな集団の中にいます。現在先頭は3名。さあそして集団の前方にやや飛び出す形になりまして、オーストラリア勢2人、この中にサミュエル・ウェルスフォードがいます。先頭3名、その後ろが6名の集団になりそう。One for Luzarev. Number one for Luzarev.さあそして先頭は3名のまま。Number 5, number 8, number 21 gains a lap, plus one lap. iPhone Prestige only of the 7th sprint, first press number 5, second press number 8, third press number 21.2-1 and fourth press number 3. Number 23, Lutzolab.さあ先頭は現在17番 UAE の17番が先頭、集団はややペースを落としました。さあ集団はもう一度仕掛けてくるか。さあまずは先行しているのはユースフ・ミルザ・アル・マハディ、そしてその後ろに7番が続いていました。
iPhone Passage Audio of the S Sprint. First press number 17, 17. Second press number 7, 7. And third press number 3, 3. And fourth press number 19, 19. Number 24, DNF. さあ、15番現在先頭、今村俊介。ウェルスフォードが現在130ポイント、そして5番がデレック・ジーが現在、これはラップの関係もありまして129ポイントと1ポイント差となっている模様。今村俊介は 23DNF、 23DNF。集団が現在レースの全体ということになります。さあ、そして集団の少し様子を伺いながら、前方にいたのは橋本英也。そしてそのすぐ後ろにサミュエル・ウェルスフォード。さあ、残り11周回。そして前に出てきたのは5番デレック・ジー。現在1ポイント差でデレック・ジーが続いていますが、これでポイントを取れば逆転か。今村俊介は117ポイント。I'm for Prestige Order of the Nine Sprint. First press number 5, second press number 3, third press number 2, and fourth press number 20, 20. さあ、残り周回が少なくなってきました。さあ、仕切り直してというところになるか。現在先頭は5名、2番、10番、12番、20番、21番の5名です。Give the warning. Number four, warning. Number four, warning. Warning.
さあ今村俊介、そしてその後ろに久保木和茂が続いていく。残り1周の鐘、最後の着はどうなる。まもなくフィニッシュに向かうところ、三者並走。さあそしてフィニッシュに向かうところは、さあどうだ、サミュエル・ウェルスフォード、今村俊介、久保木和茂。フィニッシュオール、ファーストプレスナンバー3、セカンドナンバー15、1、5、サードナンバー21、2、1、アンドフォースナンバー12、1、2。さあ最後も3分、サミュエル・ウェルスフォードがしっかりと10ポイントを取ってきました。後続を突き放す形になりました。電光掲示速報ではありますが、さあここは5番のこのデレック・ジーとの攻防ということもありましたけれども、サミュエル・ウェルスフォードの強さを見せつけた、そんな戦いにもなったようにも思われます。さあ最後に10ポイントを加えまして、1ポイント差の攻防になっていたところから最後突き放したか、145ポイントの表示にもなっていますが、最後も1着で決めてきました、3番のオーストラリア、サミュエル・ウェルスフォードです。And I tell you about the information of the result of Mount Elite Ammonia final classification. First place, total point 145 point. Number 3, Samuel Westford from Australia. Second place, number 5, Derek G from Canada. And third place, number 15, Shunsuke Imamura from Japan.男子エリートオムニアム、こちらについても最終結果が揃いました。第1位には145ポイントを重ねましてサミュエル・ウェルスフォード、第2位はデレック・ジーカナダ、そして第3位には日本今村俊介が入りました。